初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。ゲリでゲリ一日中ずっとゲリが止まらない、この回答を書いた人はどなたでしょうか。はい、巻き戻したなんでか一回気づいてるこっち全然失格だな。ちょっと言い方違うだけでこんな顔やる。ちっちゃい声でだったらつまんないよね。怖いわ。じゃあ当てる人変えますか。ショッピーさんから石原さんにしますか。それぞれ一個ずつやってて、はい、いいね、いいね。じゃあ達也でやってほしかったけど、その次達也でやってるやん、うん、じゃあ石原さんが、うん、そうなこと解答したショッピーさんで OK、 じゃあ俺は大喜利やんないと。はい、あ、OK、 いいなぁ。当てる側、当てる側、石原さんの当ててる。はい、はい、言ってます。この小学生将来東大に入るんだろうな、なぜそう思った。いいお題だな。東大に入るだろうな、楽しそうだな。でもゆきちゃんが答えそうなこと書かないか、いい答え書くべきじゃない。確かに、小学生が東大に入りそう、なんで。この小学生将来絶対東大に入るんだろうな、なぜそう思った。気楽だな、答えなくていい。マジで嫌だ。みんな傷つくっすね、この企画。うわ、そう言われるやつ。伊藤くんならなんとか、こんだけ言うんだったら自分ならなんとか。朝読書で広辞苑を出てよ。はい、私書けました。皆さん書いてください。何も思いつかへんだよ。でもゆきちゃんに渡せばいいの。私はだからこれはもう面白いっていう、ゆきちゃんがちょっと書きそうなこととか、そういう感じでなんかブロブロって、もう傷つきたくないの。面白くないって言われちゃう。一番傷ついたら俺だから大丈夫。この小学生将来東大に入るんだろうな、なぜそう思った。名前が東大さんだったから。でもそれ言った時にクッてなるのはゆきちゃんのツボに入る。なるほど。この小学生将来東大に入るんだろうな、なぜそう思った。私に寄せてみんな帰ってくれるから面白い。親のペイペイ投資で100万儲け。おお、あー、親のペイペイで100万で東大行けないけど頭扱ってるとか。この会話何？行きます。この小学生将来東大に入るんだろうな、なぜそう思った。ママが北川景子。北川景子さんと頭いいの。明治か。確かに。行きます。この小学生将来東大に入るんだろうな、なぜそう思った。家族みんな東大。これ質問なんやけど誰が当てるの。ショッピーが当てるの。この小学生将来東大に入るんだろうな、なぜそう思った。なるほどってなぜ思ったの。それとそれを私に教えて。うん、熱いな。構えない。OKOK。だからその小学生やのに理屈っぽいところが頭いいよねっていう。負けるとで言ってください。この小学生将来東大に入るんだろうな、なぜ思った。なるほど。でなぜ思ったの。それを私に教えて。岡本さんに。家族みんな東大。まあ、でも結城さんな気がする。俺もなんかそう思った。これそのイメージあるから。面白くないことは全部結城で。違う違う違う。それは私としてもちょっとなんか。まっとうな意見だな。なんとなく確かにと思ったんで、結城さんは頭いいし。で、その最後、なるほどのやつは多分、達也さん。なんで？あったか最後、演技が。合いすぎてて。私も他もできるわよ。ちょっと言ってください。この小学生、将来東大に入るんだろうな。俺のペイペイ、投資で100万儲け。そんなに多分頑張らないと。自分の答えのにそんな頑張らないから。今のは多分俺、ブラスさん。家族みんな東大。誰だっけ、ゆきちゃんの人は誰だっけ。そうだね。今のペイペイのやつは多分、ブラスさん。ペイペイ面白ワードと思ってそうなんで。何それ。失礼な。思ってないわよ。私これだと思ってたよ。早くしてよ。アリちゃんは何だと思う。北川景子。北川景子名前が東大さんだったから。そっか、これショッピー答えてへんねや。絶対アリちゃん北川景子は出さへん。まあ、分からへんねん。やっぱり結城の言ってた東大がアリちゃんで、北川景子が結城なんじゃん。名前が東大さんの時一番笑ってたよ。自分でね。自分で。私が？うん。自分で言って自分で積もっちゃったみたいな。かもしれない。その可能性あるな。名前が東大さんが石原さんだと思います。私です。うえー、めっちゃ嬉しそうや。浮いてくれた。これ面白かった。本当。面白い。これ面白かった。よかった。よかった。珍しく珍しくね。頑張ったんだね。頑張った。キャラクティングの難しい。
北川景子なんでって思ったんで、ね、北川景子だと思います。はい、私の回答はママが北川景子でした。これは大吾さんのおじさんが、おじいちゃんが首相ですよ。関係者総理元。そうなんです。血筋がいいっていうことで、めちゃくちゃ血筋いいんですよ。財閥とかも飛んでくるから。そんなこと知ってんの。大喜利をしてるのよ。私北川景子さんの家柄めっちゃ当てられるつもりあんのないんだと思います。ちなみにじゃあペイペイ聞いて、ペイペイは私よ。ペイペイが面白いと思ってる。ペイペイが面白いと思ってるんじゃない。どうしようね、勝手にやったっていうことが親が儲けられへんやろうにと。私の投資のことをよく知ってるから。そうやね、投資癖やんねん、ゆきちゃん。多分ゆきちゃんに家族みんなでしょ。はい、これは、なるほどが、はい、当たってますよね。バイトやってた。みんなのアルバイト。じゃあラストいきますか。じゃあ達也の回答出てくる。誰が回答者なんですか。あ、私が回答させてよ。あ、わかりました。そういうしかないよね、順番的に、うん、じゃあ行きましょう。回答者っていうことは勇気は書かへんってこと。一応書いてみた。確かに最後に、最後に僕はこう思いました。結局みんな夜助かったから。iPhone200S が発売。どんな新機能がついている？ 200S なんよね、はい、新機能。みんな長くない？ラストです。ゆうきさんの答え楽しみだな。ゆうきさんの大喜利のファンになってる。受けたらゆうきさんに当てみてください。キッチャーが喋ればいい。キッチャーが読むか。そう、私は当てるんです。キッチャーが読むか。キャップシャップでみんなでシャップで。はい、iPhone200S が発売。どんな新機能がついている？指紋認証でそのまま手相占いしてくれる。かわいい。あ、なんかちょっと夢ある感じ、ね、iPhone200S が発売。どんな新機能がついている？身を守るパラシュート機能がついている。はい、 iPhone200S が発売。どんな新機能がついている？防虫エリア発動機能。何じゃ待ってんねん。それ持っときゃ虫から守られると思う。 iPhone200S が販売。どんな新機能がついている？どっちの乳首の方が感じるかを教えてくれる。すごいね。これでもパスやと見せかけたiPhone200S が販売。どんな新機能がついている？ん？ 15 と何か変わった？用ないのに電話なるようになったの。え、これさ、俺もう一発で当てちゃったら面白くない感じ。いや、当てていいと思う。いい？私、この人って文章の手前にんとかつけるの好きなの。それですごい分かっちゃう。あ、なるほど。最後のやつがダメだって言わない。気合入ってたし。気合入ってたし。気合入ってたんだよ、だって乳首でしょ。乳首乳首は達也になりすましたブレスカショッピーなるほどね。なるほど。乳首って言ってくるあたりとかあるし、達也といえば乳首とか言っときゃいいんだろうって浅はかな考えを果たして私がするか。わからへんね。ゆきちゃんが乳首って言うかもしれない。ゆきちゃんはパラシューとか防虫。私が乳首って言うか。占いは占いもそっか。防虫エリアがブレスカパラシュートがアレちゃん、占いがゆきちゃん。乳首違うと思うけど、乳首で片付けてみようかな。乳首書いた人ははい。やばい。恥ずかしいな、ゆきちゃん。しかも覚えてんの。乳首に習ってきた。そこまで読んで欲しかったんだ。すごい。予定通りというか。ゆきちゃん自分でこれ読んでみない。お題をお願いしてる。なんで iPhone200S が販売。どんな新機能がついている？どっちの乳首の方が感じるか、かざせば教えてくれる。仕事で朗読会やってるから。朗読の稽古やっててよかった。そうなってくるとやっぱりいいんだと。あの、運が入ってねえじゃねえかよ。んがそんな怪しいやったやろ。うんっていいと思う。うんでいこうかな。15と何が違うののやつで。うん、15と何か変わった。幼年にデブのようになったのね。あたしね。ちなみにそんなゆうきさんの答え。iPhone200S が販売。どんな新機能がついている？200回ショッピーを呼び出し使える。200S をショッピー。200ショッピーってこと？200ショッピー使えちゃう。うまい。 S まで言ってる。 S が重要だよ。でも S ってついたの全部持ってる。はい、ありがとうございます。楽しい。この企画二度とやるの。マジやだ。絶対やだこれ。絶対字が出て言ってんのに前から。
これだよ、これかわいい身を守るパラシュート、何防虫エリアよ、発動機に振動するねん、iPhone で、それによって波動が出て欲しい、それでゴキブリとかも一切、この iPhone の半径2メートルとかは虫が絶対入ってこないから、めっちゃ体に悪そうやな、ええねん、体にうまい波動やねん、それ欲しいわ、欲しい機能書いて、でもガチで欲しい機能はある、何 DNA とか全部入れて自分に90何パーセントマッチしてる人を全部合ってる人、それさ、いざ本当に合ってるってなってさ、パッと現れたらとてつもなく見た目全然いけなかったらどうするの、あ、じゃなくてもう全部なの、全てにおいて自分に100パーに近い状態で合う人を見つける、あれが 200S だから乳首を200回しゃぶってくれる機能、しゃぶらない、そう、どういう機能だよ、どういう機能だよ、え、でも200回目で必ず活かしてくれるから、ね、200回目でしてくれる機能はって言わないと、そこはそうや、終わらせるわよ、やばすぎるよ、以上でした、ありがとうございました。